私の名前は龍崎まなみ。職業は社長だ。そんな私のところに取引先の社長がチンピラのような男を連れてやってきた。契約書にサインしろというのだ。どうも怪しさを感じた私は、これは何ですか？見ての通り契約書だよ。御社と取引するような話は出ていないと思いますが。冗談を言っちゃいけないよ。半年ほど前に当社の商品を買ってくれるという話だったじゃないですか。それはなかったことになったはずです。いやいや、冗談じゃない。あれは担当者レベルでは破棄になったが、担当者同士では拉致が開かないような密な話ですよ。当社が作った契約書ではご納得いただけなかった案件だと思いますが。その通りです。御社の契約書では当社としては納得がいかない。だから今こうして新たに契約書を作成してきたんですよ。ということは、新たに条件を出して来られたということですか？まあ、そんなに堅苦しく考えずに、当社の商品を購入していただくにあたり、それなりの条件を入れたということですよ。おかしいですね。そちらとの打ち合わせの上で作成した契約書のはずです。契約なんていうのは途中で変わるものでしょう。なあ、そう思うよな。社長は同行してきたチンピラに同意を求めた。するとチンピラはそうだとうなずいた。だがこの男に契約の何がわかるというのだろう。契約がそんなに変わったのでは契約書の意味がありません。そのような考えの御社とはお付き合いできかねます。頭が固いですね。もっと柔軟に考えないとうまくいきませんよ。これから先長い付き合いになるんですから。お前の会社と長い付き合いなど冗談じゃない。それどころか近づいても欲しくない。そうは思っても、こちらも企業の長だ。そんなことを口にすることはできない。ならば、その契約書を改めさせていただきます。その上で契約するかどうか、役員会にかけさせていただきます。ほらほら、そこですよ。私は社長だし、あんたも社長だ。お互い社長同士なんですから、役員会にかける必要はないでしょう。残念ながら、当社としては会長にお伺いを立てる必要があります。それをせずに契約をすることはできません。とにかく、まずは契約書を改めさせていただかないと。そんな必要はないんだよ。あんたはまだ若いからわからないだろうがね。こっちが作ってきた契約書なんだ。あんたは黙って判を押せばいいだけなんだ。そんなわけにはいきませんよ。うるせえな。おばはんは黙ってればいいんだよ。こっちがいいように契約書を作ってきたんだからよ。なんとチンピラは荒い口調でそう言ってきた。そっちがいいように作った？おい、余計なことを言うな。そちらの男性はどなたでしょうか？どうもまともな方には見えませんが。俺はまともだ。企業人というよりは、ヤクザ関係の方のようですが。そう見えますか？ええ、十分見えます。ならば、しょうがないですな。実は、この人はその筋の人でね、怖い思いをしたくないなら、この契約書にサインするべきでしょう。脅しですか？いや、これは失礼なことを平気で言う社長さんだ。脅しなんてかけるはずがない。では、契約書をお渡しください。契約するにあたっては、その内容を確認する権利があるはずです。あんたが確認してもわからないんだよ。
わからないような内容なんですか？私にわからないなら、我が社の誰もわからないでしょうね。そんなものにサインすることはできませんよ。契約書ならば、双方がしっかり理解しなければ。なんと言ったらわかるんだろうな。俺はちゃんとした契約書を作ってきたんだ。それで十分だろうが。そんなにうるさく言ってるから、前回も契約が頓挫したんだろうが。それは違いますね。あの時は、あなたがわけのわからないことを言い出したからです。あの時言ったはずです。この契約書で納得できないのなら、この話はなかったことにすると。担当者レベルでは、ちゃんとすり合わせは済んでいたんですから。そういうことじゃないんだよ。担当者同士はあれでよかっただろうが、あれじゃうまくないのさ。あんたのところは優良企業だろう。だとしたら、もっと単価を上げてもらってもいいはずじゃないか。単価だけの問題ですか？もちろん、契約書を再作成するにあたっては、それだけじゃないがね。どうせわからないんだろうから、そんなに細かく知ろうとしなくてもいいんだってことだよ。ええ加減にサインしろよ、社長さんよ。サインさえしちまえば、それで終わりなんだからよ。私はチンピラをちらりと見た。どう見ても頭のいい男ではなさそうだ。そんな男を連れて歩いている社長も信じるに値しないと思った。だからこそ契約書を確認させろと粘っているのだが、全くラチが開かない。契約書を確認させていただけないようでしたら、どうぞお帰りください。この話を進めることはできませんので。なんだと、おい！おい、社長さんよ。いつまでごねてるつもりなんだよ。俺がこうして来てるってのに、手ぶらで帰れるわけねえだろうがよ。そんなのは知りませんよ。これは会社と会社の契約なんです。あなたのような人が一緒だからって、引くことなんてできませんよ。まったく、話のわからねえ社長さんだぜ。あのよ、月夜の晩ばかりじゃねえんだからよ。ちっとは考えた方がいいぜ。何を言われても、企業としてはむやみに契約なんてできません。どうしてもとおっしゃるなら、契約書を見せてください。契約書なんて見る必要はねえって言ってるだろうがよ。サインすればそれでいいんだからな。サインしろ、しないの押し問答だ。これでは時間の無駄というものだろう。だが、相手は時間関係なしに、サインを要求してくる。ということは、相手に都合がよく、当方には不都合な内容なのだろう。どうしたらいいのかと思案はするものの、このチンピラがいたのではどうすることもできない。とにかく今は帰ってもらうしかない。そう思った私は最終手段に出た。帰っていただけないのなら、警備員を呼びますがよろしいですか？社長という肩書きをお持ちの方をつまみ出すようなことはしたくないんですが。なんだと？俺をつまみ出そうっていうのか？契約しに来ただけの俺をか？ご理解いただけない以上はしょうがないと思いますが。うるさい小娘が。小娘って40も超えた女性に対して言う言葉じゃないですよ。いいから契約書にサインしろ。痛い目に遭うことになるぞ。俺はな、田中組組長の息子なんだぜ。とうとう、完璧なる脅しをかけてきた。そうなるだろうことは予測していたが、あまりにもあからさまな脅しすぎてため息が出る。だが、こうなったからには放っておくこともできない。しかも、目の前にいるチンピラが、
あのガキ、出世したね。とつぶやくと、男は驚いたように私を見た。え？私はそばにいた秘書に、すぐ呼べと指示を出した。すると秘書は、はいと返事をすると、早足に部屋を出て行った。誰を呼ぶってんだよ。俺に恐れをなして応援でも呼ぼうってのかよ。応援？そんなものならまだいいかもね。まあ、誰が来ようと俺には関係ねえけどな。最終的には俺に恐れをなしてサインすることになるんだからよ。弱い奴ほど口達者なものよね。なんだと？おい、いい加減にしねえと本当に痛い目見ることになるからな。そんなことをして困ることになるのはそっちなんだけどね。ねえ、社長さん。まさか田中組の息子が来るとは思ってなかったわよ。俺はそんなに有名なのか。まあ、俺の名前を知らねえ奴はモグリだよな。なんせ俺は田中組の息子だ。いずれは組に凱旋して組長になるんだからな。知らないのか。何がだよ。その時、呼べと言った相手が部屋に入ってきた。お呼びですか、社長。ああ、呼んだよ。会わせたい人がいたものでね。呼ばれた里山は、一体誰に？と私の前の二人を見た。そして叫んだ。てめえ！なんだよ！まあ、待ちなさい。まずは話し合いでしょう。しかし、社長、こいつは許せねえ。わかるけどね。なんだよ。なんで怒鳴られないといけねえんだよ。ゆういちさん？なんで俺の名前を？田中組長の一人息子、田中ゆういち。あんたは組に凱旋すると言っているけど、組長が亡くなったことを知らないの？はあ、そんなわけねえだろうがよ。ああ、やっぱり知らないんだね。もう10年も前のことだよ。田中組の組長は、出来の悪いガキがいてね。そのガキが、変な男に手玉に取られ、組の金10億を持ち逃げしたのさ。田中は思い出したのか、顔を曇らせた。それと同時に、隣に座っていた社長も、顔を曇らせたのだ。思い出したようだね。おかげで組長は病気になって寝込んじまった。そのすぐ後のことだ。組長があの世に行ったのはさ。嘘だろ？亡くなるまでずっと逃げた息子のことを心配してたそうだよ。そんな。あんたが変な男に騙されなかったら、あの10億を持ち逃げしなかったら、組は今も続いていただろうね。親父。あの時、あんたが持ち逃げした10億はどうした？それは、大方、ほとんどを、あんたを騙した男に吸われたんだろう。社長さんよ、こんな奴と組まねえ方がいいぜ。いつか、こいつはあんたの会社の金を持ち逃げする。そうなれば、あんたの会社も潰れるだろうよ。ふざけるなよ。あの時、俺に10億持ち逃げしようって言ったのは、この社長なんだ。それで今の会社を作ったんだ。俺が社長を裏切るわけねえだろうがよ。何？なんとまあ、眼首揃えてやってきたってことか。こっちは
あんたらを探したのに、全く見つからなかったってのに。10年目にしてやっと会えたわけだね。俺は、仇になった以上、もう見つけるのは無理だと思ってた。それが目の前にいるわけだ。なんで俺を探してたんだよ。あんたはガキだったからな。俺のことを覚えちゃいねえだろうな。ね。俺は、田中組長の一の子分だった、里山だ。里山、若頭、その通りだ。てめえがバカな真似をしなければ、きっと、今も組長と一緒にいられたのによ。てめえのせいで、組長はあの世に行くし、組は潰れるし。それがどうしてここにいるんだよ。組が潰れて、里山が行くところがなくて、うちに来たんだよ。ちょうど私も人手が欲しくてね。それで、一緒に働くようになったのさ。組長と社長の父親は、旧知の仲だ。そこで、社長の父親を頼ってきたら、社長と働くことになったんだ。なんだよ、組長があの世に行ったくらいで、ヤクザから足を洗うなんざ、情けねえやつだな。他の組長に世話になる気にならなかったんだよ。それほど田中の組長はいい人だったってこった。それなのにどうしててめえのようなクソができるのか、俺にはわからねえ。そんなのしょうがねえだろうが、今さら悔しがっても、すべては過去なんだよ。なに？てめえが組の金を持ち逃げしなけりゃ、少しは変わってたかもしれねえのに。俺は親の金を使ったまでだ。組の金って言うけど、親の金を使っただけでこんなことになるなんざ、誰も思わねえだろうがよ。クソガキが。君、いい加減にしてくれないか。今は契約を進めるべきだろう。昔のことを言われても、こちらとしてもどうすることもできないのさ。もう10年も経つんだからね。時効だよ、時効。なんだと、てめえ。仇となり、探すこともままならなくなった里山は、昔の話だと諦めようとしていたのだ。それが目の前に現れ、一つも反省の色がないのだ。さすがにブチギレるのもうなずける。しかし、今は制裁を食らわせるよりも先に、できれば契約書を確認したいところだ。それを読めば、どんな悪だくみを計画しているのかが、一目瞭然なのだから。さあ、そんな昔話より契約だ。私は里山をちらりと見た。それを悟った里山は、田中を殴り、社長のネクタイを掴んだ。その隙に、私は契約書を奪い取り、中を見てみたが、思った通りとんでもない内容だった。これはどういうこと？すべてが書き直されて、そっちの都合のいい内容になってるじゃないですか。こんな内容の契約書に、サインなんてできるはずないでしょ。私はそう言うと、その契約書を破り捨てた。くそ！この契約がうまくいけば、うちの会社は丸儲けなのに。そんなことだろうと思ったわよ。くそ！しかも何も言わずに殴るってどういうことだよ。痛いじゃねえかよ。なんてことをしてくれるんだ。契約書を破り捨てるなんて前代未聞だ。あんた、10年前と同じことをしようっていうの？これは商品の契約書なんかじゃないでしょ。私の会社を乗っ取るつもりだったのね。ああ、その通りだ。この会社を俺のものにして、俺の会社がもっと大きくなるはずだったんだ。詐欺じゃないの。大したことじゃないだろうが。どうせクズばかりが集まってるような会社なんだ。こんな会社あってもなくても同じだろうが。ふざけるな。
10億の次は私の会社を狙うなんて。社長、どうしますか？会長を呼んで。はい、わかりました。里山はすぐに会長室に電話をかけた。すると隣の会長室で漏れ聞こえてくる会話を聞いていたのか、会長がすぐにやってきた。てめえら、よくもノコノコと来やがったな。え、誰だあんた。俺はてめえなんか知らねえよ。この人は会長、私の父よ。かつては竜崎組の組長だったのよ。竜崎だと？なんだよ、知ってるのか？知ってるも何も、でかい組織じゃねえか。竜崎を知らないってことは、田中、あんたもぐりだね。ヤクザだと言ってはいるが、そこいらのチンピラ以下だろうが。そんなことねえよ。ちょっとど忘れしただけだ。あれ、今は組長じゃないってことか？今の竜崎の組長は、私の夫だよ。ってことは、この会社は竜崎が絡んでるのかよ。その通りよ。残念だったわね。なんで竜崎が俺らをそんなに恨んでるんだよ。田中が潰れれば文句はねえだろうが。残念ながら、田中の組長と俺とは旧知の関係だと言っただろうが、お互いに相談し合う関係だったんだよ。それが、田中が10億を取られた上に、バカ息子を心配して病床に倒れた。そこは親子の問題だが、それで組が潰れたのは許せねえ。しかも、そこにいるクソ野郎に潰されたようなもんだ。10年も前だろうがよ。10年経とうと、お前らがやったことは許せることじゃねえんだよ。お前らに敵討ちしてえと思ってる奴らは、たくさんいるんだ。敵討ち？なんでそんなにいるって言うんだ。お前らのせいで、組が潰れて、そこにいた組員たちは、里山同様にてめえらを恨んでるからだよ。今もヤクザをやってる奴らはたくさんいる。てめえらを探そうと必死になってる奴も、たくさんいるんだ。今まで探し当てることができなかったのが、不思議なくらいにな。マジかよ。くそ、こんな会社に目をつけるんじゃなかった。そうだな。お前らにとっちゃ後悔するような結果になりそうだな。こっちにしてみりゃ最高のプレゼントだがな。そう言うと会長は電話をかけた。それがどこの誰にかけているのかは私にはよくわかる。だが目の前の二人にはわからないことのようだ。お前らに後悔ってやつを教えてやるよ。会長の不敵な笑いを見た社長は腰を上げた。俺は今日は契約に来ただけだ。契約書を破られたんだ。ここにいても仕方がない。今日のところは引き上げることにするよ。そんなことが許されると思うか。これからお前たちの10年が形になるっていうのにな。どういうことだ。俺は今、かつて田中の組員だった奴に電話をした。そいつらは、組を潰されて苦労している奴らばかりだ。その苦労も、てめえらが逃げさえしなければ、今も田中の組長と組を盛り立てていけたと思ってる。これがどういうことかわかるか？ああ、わからねえや。組なんていうのは、所詮器じゃねえか。田中が潰れて他の組に入ったならそこで頑張りゃいいことだ。それなのにどうしていつまでも。まったくバカな野郎だ。田中も育て方を間違えたようだな。それだけあんたらを恨んでる人間が多いってことだよ。あんたらがあの金を持ち逃げしなければ組長はあの世に行かずに済んだかもしれないんだよ。それがどうしてわからないんだよ。
金と親父のあの世行きは別問題だろうがよ。どこまでバカなんだろう。まあいいさ。こいつに何を言ってもわかるもんじゃねえや。今、体でわからせてやるからよ。しばらくすると、一人また一人と社長室に走り込んでくる男たち。その誰もが仇じゃないことがわかる。さらには誰もが田中を見て怒りを再燃させ、隣に座っている男があの時の黒幕だと知ると、今にも飛びかからんという勢いで睨むのだった。部屋の中に10人ほどの男たちが集結すると、会長が言った。あんたらが探していた二人だ。こいつらは自分たちがやったことがどういうことなのか全く理解していないようだ。気が済むまでボコボコにして構わねえ。さすがに社長室でやるかと思ったが、もう止めようがなかった。里山含めその他の男たちは目を血走らせ、田中と社長宮山に襲いかかったのだから。てめえ、よくも組長を騙しやがったな。里山がそう言うと、二人をソファーから引きずり下ろし、拳を叩き込んでいく。どんなに二人が応戦しようとしても、そこは11人の男たちの怒りによる拳だ。殴り返すことなどできるはずはなかった。しばらくの間は田中も殴り返していたが、その拳が当たることはなかった。結局、床の上にうずくまり、頭をかばいながらショックを軽減しようとするばかりだったが、男たちの怒りの拳の威力が軽減することはなく、二人は瞬く間にボコボコにされていった。よし、そのくらいにしておけ。それ以上やったら後始末が大変だ。しかし会長、俺らの腹の虫が収まらねえ。まあ待てよ、何もこれで許してやるなんてことは思ってねえよ。これだけ殴れば気が済むだろうがよ。もう勘弁してくださいよ。こんなに殴られたら骨が折れてるかもしれませんよ。仕事もできなくなる。人を騙すのが仕事なら、そんな仕事はやめた方がいいわね。ヤクザでもないのに、くだらない仕事してんじゃないわよ。その通りだな。会長、それでどうするんですか？田中から奪った10億と、その利子を返してもらおうか。10億と利子。そうだ。利子は、そうだな。10年分だ。30億はくだらねえだろうな。全部で40億ってことか。その通りだ。そんなの無理に決まってる。どうしてそんな金を作ることができるんだよ。まともに働いて返そうったってできるもんじゃねえや。だがよ、これ以上待つことはできねえよ。お前が持ち逃げしてから10年だからな。一括で払ってもらおうか。一括なんて無理だ。何を夢のようなことを言ってやがる。そんなことができるくらいなら、俺だってこんな仕事をしてねえや。うるせえんだよ。そのくらいのことをてめえはしたってのが、まだわからねえのか。すると、会長の握りしめていたステッキが、田中の背中に打ち込まれた。いで！転がるようにして痛がる田中だったが、その横で社長は真っ青な顔になっている。あんなものを打ち込まれたら、それこそ骨が折れるかもしれないのだ。わかった。わかったから、乱暴はやめてくれ。ああ、わかったのかい？どうわかったんだ？一括で返す。返すから。一括でなんて返せるもんじゃねえよ。それとも逃げるのかよ。バカ野郎、余計なことを言うなって言ってんだろうがよ。逃がすかよ。そんなに甘くはねえんだよ。じゃあ、どうやって。借りればいいだろうが。借りるって言っても、そんな高額をおいそれと貸してくれるところなんてねえよ。
それがあるんだよ。そう言うと、会長はあるところに電話をかけた。一体どこにかけたのか、二人の男は怯えた顔をしているが、会長も他の男たちも、ニヤニヤと笑っているだけだった。しばらくすると、ドアをノックする音が聞こえ、六十絡みの白髪頭の男が腰を低くして入ってきた。この度は、大口のお客様をご紹介いただけるということで、ありがとうございます。ああ、金田さん。この二人に40億ずつ貸してやってくれ。とは言っても、いつものようなことじゃ40億なんて返せるはずはねえや。どうしたもんかな。そうですね。ひとまず鍵に乗ってもらって、最後は保険で補填してもらいましょうか。それでも足りないでしょうから、そこは家族に泣いてもらうしかないでしょう。どうせ10億で甘い汁を吸ったのでしょうから。なるほど。じゃあそういうことで頼むよ。はい、かしこまりました。すると、金田はスマホを取り出し、送金処理をした。まもなく会長のスマホが鳴り、送金が完了したことを知らせるメールが届いた。よし、送金は完了したようだ。川添の口座に80億が振り込まれた。はい、それでは借用書と保険の加入申込書にサインをお願いしますよ。ちょっと待ってくれ。家族に泣いてもらうってどういうことだ？社長さん、あんたにも家族がいるでしょ。どうせ10億で家族もいい思いをしたんだ。その金を返すのに働いてもらうだけですよ。働くと言っても大丈夫です。あんたらほど過酷な仕事じゃありませんから、心配はいりませんよ。それと保険に入ってもらって、あの世に行った時には回収いたしますから。家族には手を出さないでくれ。俺は何でもするから、家族だけは助けてくれ。これだけの金を貸し付けたんだ。そう簡単に行くと思ってるのかよ。甘いこと抜かしてんじゃねえよ。俺は結婚もしてないし、家族って言っても、親父はあの世だ。母親と兄弟がいるが、そいつらに働かせるのか？俺としては構わねえけどな。お前のような奴には、家族の力を借りさせようとは思わねえよ。死に物狂いで必死になれよ。この先、てめえが70、80になっても、この地獄は終わらねえんだからよ。80って、60年以上も先じゃねえか。そうだよ。そのくらいの苦しみを負うのも、悪くはねえだろうが。女を抱くこともできねえ船の上で、女として抱かれながら、地獄を経験すれば、ちっとは後悔の念も湧くってもんだろう。冗談じゃねえよ。俺はそんな趣味はねえ。さあ、すぐに出発だ。せいぜい海に落ちねえようにするんだな。清流の金田は、二人を連れて行くと、そのまま船に乗せたそうだ。今回のことがあり、いつもは寡黙な会長に、私は田中の組長について聞いてみた。すると、会長は重い口を開けて教えてくれた。あの田中って男は、家族を大事にするやつでな。それなのに、あのガキは親の気持ちを全く理解することがなかった。田中は毎日のように心配してたんだよ。心配しすぎて、入院しても病状は良くなるどころか悪くなる一方でな。親ってのは、ここまで子供を心配できるものなのかと思ったね。そんなに子煩悩な人だったんだ。ああ、ヤクザにしておくのはもったいなかったよ。奴は堅気の社会で生きるべき男だったと思うね。それなのにどうしてヤクザになったの？親がヤクザの組長だ。そうなれば嫌も王もねえのさ。受け継がなくちゃ組は潰れる。
そうなれば多数の組員が路頭に迷うんだ。奴は自分のことよりも、家族を思い、組を思ってたんだ。だから組が解散してる今でも、敵を討ちたいと思ってる人が多いってことなのね。あ、そこまで子分たちが思い込める男だったんだよ。奥さんは？奥さんにも今回のことは教えたよ。そうしたら？泣いて喜んでたさ。ただ息子のことは、やっぱり心配してたかな。カニに乗せたって教えたの？さすがにそれは教えられないだろう。だから息子のことは伏せて教えた。息子はどうしているんだろうかと聞かれたが、きっと元気に過ごしてるだろうって言っておいたよ。それ以上のことは言えねえだろうが。そうだよね。親ってやつは、どんなにバカなガキでも可愛いもんなんだ。どこまでもバカがつくほど愛し続けるものなんだ。私も愛されてるものね。ああ、お前は俺の一粒種だ。お前が生きて幸せでいてくれたら、俺はそれで本望だ。会長はそう言いながらも、どこか切なそうに空を見つめていた。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。